これから、二次関数、という単元を、勉強しますが、その前に、まず、中学で習ったことの復習をしましょう。中学の時、関数が苦手だった人は、ぜひ見ておいてください。まず、5x の2乗と 2x の5乗では、どちらが大変な式でしょう。ということを考えてください。今、x の値として、3を代入した時の計算を考えてみましょう。まず、こちら。5×3×3 となり、左段が9。5をかけて45となります。また、こちらは、ここの部分が 3×3×3×3×3 で、左段が9、左段が9、981、もう一つ、3をかけて243、さらに、この2をかけて、結局486となります。どうでしょう。どちらの計算の方が大変だったでしょうか。もちろん、こちらの方が大変な計算になりました。このように、ここの数字が大きいほど、計算は大変になります。この小さな数字を指数と言います。よって、式の難しさを言うときは、この指数の大きさを見れば良いのです。例えば、この式は、この3乗が一番大きい指数なので、この式の難しさは、ここで決まります。つまり、この式は3次式である、と言います。ここに2乗の項も含まれているのですが、この一番大きい数に着目して言えば良いのです。この3次というのをこの式の次数と言います。